1873年、東京に生まれる東京帝国大学法学部を卒業し、ドイツのベルリン大学で法学を学ぶ東京帝国大学、後の東京大学で法学教授として教鞭を取るドイツ法学の影響を受け、法学理論の発展に貢献、法哲学分野で活躍、進歩的な法改革を提唱し、日本の法体系に革新的なアイデアを導入、多くの論文と著書を執筆。